ハロー YouTube ニーハオヨークワンリンチーです。ですね、今日もですね、日中を股にかけた、何が何でもバイリンガルの僕が皆様に、ね、中華ニュースをお届けしようと思います。中華知らずは世界の3分の1を知らない。そして日本のマスコミは本当に偏向報道ばかりか、情報が非常に遅いので、皆さんぜひチャンネル登録と、Twitter をフォローして中華ニュースを追ってみてください。はい、今日のニュースね、非常に簡単ですね。河北ですね、河北、河北省がですね、全省、省全体がですね、戦時状態に入りました。はい、これはですね、中国国内の、2021年の1月5日の、テンセントで8時半に出されているニュースですね、夜の8時半ですね、に出されているニュースなんですけども、この河北省でね、他のページを見ると、この3日間でですね、全部で59例の感染者が発見されたと。これを発病したのかな、発病したのが19例で、無症状の感染者が40名発見されたということで、その戦時状態にもう入ることに決定したと、そういう話ですね。どっかの、町ではですね、もうすでにね、4万759人が検査をして、3万7762人が、結果が出たと。それでですね、簡単に言うとですね、もう何万人とか何十万人とかね、検査をして、それでね、もうたくさん結果が出てるということですよ。30万人検査して20万人結果が出たとかね、そういう感じなんですよね。で、ということでですね、続けて何をやるかっていうと、封鎖ですよ。封鎖で消毒しまくって検査しまくると、そういうことですね。でね、この検査の対象にはですね、なんだろう、冷凍庫、巨大な冷凍庫あるじゃない、冷凍倉庫ですね、冷凍倉庫にも入り込んでいって、なんかこう検査とか、消毒とかね、そういったことも行われるみたいですね。それでもこの、河北省では、基本的にね、自分の住んでるとこ、家から動くなっていうね、措置が取られているようです。はい、このね、戦時状態に対して僕自身の反応はですね、不運ですね、不運で、僕自身はですね、この例の病気っていうのは酒と、タバコに対する規制とかね、そういうのでね、十二分に抑えられると考えているんで、タバコの喫煙者の死亡率がね、3倍なんですよ。これね、去年の武漢でね、この病気が出て、最初ほら、当地 の, そのお医者さんたちが研究するじゃないですか、どういった人がかかりやすいとか、どういった人が死にやすいとかね、その研究結果でもうすでに、喫煙者の死亡率はなんかもう 2.94 倍とかね、そんな数字がもう出てるんですよ。で、これなんかかなり初期の方で出てるのにね、なぜか広まっていないということですね。お酒とね、お酒もですね、要は濃いお酒を飲む人が糖尿病とか高血圧とかね、そういった疾患にかかりやすくて、重症化しやすいっていう話なんですよね。あと肥満ですね、肥満の人もなんかほら、糖尿病とか、ね、高血圧とかなりやすくて、こういった病気にかかりやすい状態になると。最近っていうか、今日のニュースかな、 なんかほら相撲取りの人いたじゃないですか、白鵬かな、白鵬はね、写真見たんですけども、あれね、結構筋肉あるんで、体脂肪率なんか驚くほど高くないと思います。なんか、体脂肪率がひょっとしたらね、30% ぐらいだと思うので、多分やや肥満ぐらいの体脂肪率なんじゃないかなって、白鵬に対しては僕はね、そう思いました。タバコとお酒の件なんですけども、別に
まあ、世界中のもう政府がそれやってるんですけども、まあ、この産業だけは守るということを前提に動いてるんで、なんかまあその他のマスクつけましょうだとか、検温しましょうだとか、あとまあ人の動きを、ね、止めましょうだとか、そういった対策っていうのはね、まあ、僕はなんか勝手にすればみたいな、ね、感じでね、見ていますね。お酒とタバコの、規制の方がはるかに、効果が上げられるということで、はい、今日の、ね、この動画がいいなと思っていただけた方はグッドボタンとチャンネル登録、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。それでは皆さん、リンチーでした。再見。